ザオミシはるかことね、私たちはチェゴです。はい、ということで今日は、はい、スピンズさんに突如、はい、お呼ばれをされたんです。本日チェゴがいる場所は若者の街渋谷109にあるスピンズさんです。前回もお邪魔させていただいたみたいなんですけど、今回はなぜ呼ばれたのでしょうか。とりあえず行ってみたいと思います。はい、緊張する。何してくれてない。やめてよ。ありがとうございます。何？おはようございます。おはようございます。スピンズ渋谷109店スタッフの愛の子、愛まです。よろしくお願いします。チェゴチャンネルの皆さん、普段からお店にたくさん遊びに来てくださったり、昨年はコラボまで本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そんなチェゴチャンネルの皆さんを今回お呼びした理由がですね、とある企画にチャレンジしていただきたいと思っております。突然スピンズさんからもらった挑戦状、一体どんな企画なのか。企画の内容はなんとスピンズ渋谷109店で三角ショッピング対決。楽しみ。だって怖っ。ルールを説明させていただきます、はい、試合は全部で3試合です、うん、1試合ごとに決められたカラーと設定金額の中から商品を選んでいただいて、はい、コーディネートをしていただきます、はい、ただしですね、選んだ商品が絶対ゲットできるとは限りません、順番が先の人とカラーが被った場合はショッピング失敗となるのと、1試合1人1色までしか選べません。え、そうなんですね。1試合でもう完全決着になる。そしてですねそして今回誰が一番おしゃれさを決めるのは、ご覧になってるファンの皆さんです。頼みますよ、頼みますよ、頼みますよ。プライドをかけた戦い、優勝者にゃにゃんとスピンズコラボアイテム第2弾のデザインを作れちゃう権利をプレゼントいたします。やばっ。ってことは第2弾の商品を出すってことですか。そうでございます。ありがとうございます。チェゴチャンネルの皆さんが直接商品を作るということですね。楽しみです。とても楽しみ。やったー、やったー、嬉しい。それでは早速1試合目スタートしていきましょう。イエーイ。1試合目で使えるカラーを発表いたします。おわ。じゃじゃん。アニマル柄です。かわいい。こちらのあみだくじで決定します。貼る順番はもちろんじゃんけん。ぽーちゃんは2月生まれなので2にします。僕は1月生まれなので2。私は5月13の3番です。制限時間は10分間です。おお、はい、レッツチェックアウト。よーい、スタート。待って待って待って、今回はちゃんとスタートができたね。でも僕は結構男っぽい服がいいから絶対黒黒黒黒黒。どうしよう。真帆はやっぱアニマルがいいんです。でもちょっとデニムも正直迷うんだよね。さっきの反応からしてアニマル一択だと思われているが、一体どうなる。とりあえずアニマルは真帆が多分やるんですよ。デニムと黒、はるか的にうちデニム行くんじゃねって多分思ってる気がする。だからデニム行きます。はるか多分黒選ぶと自信満々に推理しているが、この試合思わぬ結果となる。どうしよう、マジでどうしよう。スキニー、スキニーとかないかな。黒のスキニー下を選ぶ。なんかさ、待ってねってなったらいい。あ、これ、これに、これにするべき。地球なんだけど、あれじゃね、あれじゃね、これ1球で1球1球ってことはあと1000円分いけるからアクセじゃね。これよくない。デニムってなるとでもバレないように黒も3つやらないと。これめっちゃ可愛くない。ここだけのやつ、ちょっと
これかわいい。4800円だった。黒かわいい。え、かわいい。私さ、チャイナ系の服着たい。待って、これ1998円だった。え、めっちゃ安い。私チャイナ系の服着てんだよね。見てよ、この襟やばくない？めっちゃ欲しい。襟だけじゃなくて、こういう感じだった。いくらだ？3200円。3200円ってことはダメ？こうやってダメ？まあこれにしよっかな。超可愛くない？普通に。え、これ税込みも含まれますか？そう、税込み含まれますか？あの3200円とか。それはダメだよ。ねえ、やだもう。3200円ダメだって。もう、これが諦めきれないよ。分かった。もうこれをベースにコーディネート考えたいから、もうこれには何かにするわ。どうしよう。やばい。1回戦目は各々好きなものを選んでいたが、確実に成功できるのは当然です。色が被ってなかったらチャンスはある。2番目は琴音ちゃんです。3番目は真帆さん。はい、発表のお時間です。あ、はい、真帆さんが選んだ商品の、はい、お願いします。はい。え、待って、もう絶対かぶってるわ。もう黒。わっ、真帆ちゃん黒選んだんだね。真帆さんショッピング成功です。はい、琴音さんが選んだアイテムは何色の何ですか？はい、私が選んだアイテムは黒色のチャイナ服。琴音ちゃんも黒？琴音さん、はい、ショッピング失敗です。ひどい。はるかさんが選んだ商品は何色の何ですか？はい、私が選んだ商品は黒色のニットと黒色のベルトです。はるかさん、はい、ショッピング、はい、失敗です。え、マジですか？あ、でもまさかの全員黒という結果で遠慮して黒にしたのに。チクショー。試合目に行きましょう。イエーイ。ゼブラを選べると思ってこれのためにあのスカートにしたのにマジやらかしました。5000円でしょ。だいぶね、幅が広がるんだよ。これめっちゃ可愛くね。2800円。このショート丈に流行ってるじゃん。このだけ真帆と同じスカート持ってるの。こういう感じにして、あ、めっちゃ可愛いね。これ超可愛い。だから個人的に欲しいんだよ。候補2つ決まったかも。あ、ちょっと待ってよ。でもなんかな、気分的に今チェックじゃないんだよね。黒色の選択肢がない。あ、マジでこの、マジで可愛い。これ諦めきれないんだけど。大ショックだよ。うちはチャイナをね、もう完成させたいの。絶対はるか青を選ぶから、もういや、もうこれはもう確実でいく。白狙いでいく。ここでうちは勝ち取りたい。見て、緑に白。これが可愛い。もうこれなら一発だよね。可愛いけど、うちはちょっと似合わない。いや、まじさっきデニム選んでちゃいましたな。
なぜ失敗した？オーバーオールっていう手もいいよね。なんかなんとなく誰もチェック選ばないから、チェック選んでけば確実に取れるっちゃ取れるんだよ。いや待って、これカラー守るべき。マジこれメンバーカラー守るべき。いや青だ、やっぱ青だ。青行くしかない。ズボンズボン。いやでも待って、上決まんないとさ下決まりづらくね。これの白を守るべき。またまたなんか嫌な予感するんだけど、とりあえずあみだくじから発表しよう。はい、それでは気になる2試合目の順番を発表していきたいと思います。あと3分ですか。やばい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 。男の子っぽいコーデがしたいけど、男っぽすぎないやつがいいかな。みんな自分に似合う青がなさそうだから、待って、チェック似合わないんだよな。はい、では一番の方からいきましょう。もしかして発表のお時間です。真帆さんが選んだ商品は何色の何でしょうか。白のショート丈のブラウスです。真帆さん、ショッキング。真帆さんはラッキーガールですね。2回連続。2番目の方へ参りたいと思います。はるかさん、発表の時間です。はるかさんが選んだお色は何色の何でしょうか。はるかが選んだのは白色のロンチンと白色のニットです。はるかさん、ショッピング。発表のお時間です。もう胃が持たないです。トネさんが選んだ商品は、はい、何色の何でしょうか。はい、私が選んだ商品は白色のパーカーと白色のニット帽です。トネさん、はい、ショッピング失敗です。服は着たい。次でも未だに2人はまだ肌感冒だが、3回戦目一体どうなる。スタートしていきたいと思います。はい、3試合目で使えるのはベージュです。おお、赤です。おお、緑です。おお、上限金額は7000円です。よっしゃー、大丈夫、大丈夫、挽回するぞ。ここで1だな。じゃあ3、5、見に行くよ。それではドキドキの3試合目スタートしていきたいと思います。はい、レッツチェンゴー。はい、おー、いやもうね、2人とも緑は絶対に選ばない、絶対に選ばないから、緑狙いでいく。もう確実さを狙う。古着でね、めっちゃ可愛いのあるから。可愛い、可愛い。他にないよね。あ、待って待って。これめっちゃ可愛くない？これ可愛い。え、これ可愛くない？マジ冷静に考えたら、インナーがないから、ここだけ肌感冒の人になっちゃうんですか？じゃあちょっとそういうことを考えてなかったんですよ。やっちまったな。ミュー。ワンチャンありそうなのだって。1候補ね。1800円。いい、安い。スピンズさんのいいところは安いのに可愛いんですよ。そう思いません？3色セットに入ってそこが難しいんだね。まあでも今のところ私は順調なんですよ。そこは冷静に冷静に。全身同じ色って可愛いのって言ったら、まあ、緑か。でもベージュもベージュで可愛いけどね。
くない？可愛くない？オッケーオッケーオッケー、ちょっと決まったかもしれない。あんまり今はるかと目が合いました。いやマジあんまりうちベージュ着てるイメージないから、ここでベージュを着て似合うか似合わないかっていう、まあ、自分試し。え、なんかさ探検隊になりそうで怖いんだけど。はーい、やばい、決めることができたが、一色コーデって一体どんな感じになるんだろうね。琴音さん、はい、かわいい、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。テーマは何でしょうか。まあ、テーマはセクシーに探検隊行くぞ森で銃もできるし女の子らしさも見せたいので、お腹とか露出してちょっとストリート探検隊コーデ仕上がりました。かわいい、かわいい。2番目の方のコーディネート見ていきましょう。はるかさん、自分の自前なんですけど、
このデカめのジャケットとパンツ、どうですか？すごい似合ってて可愛いです。よかった。よかった。それでは最後の方、コーディネートを見ていきましょう。はい。真帆さん。はい。インナーがなくて申し訳ないんですけど買いました。真帆さんコーディネーターの2色見事ゲットしましたが、はい、ポイントとかありますか？レザーが大好きなのでレザーのスカートと、あとなんか上はシャツっぽいやつがいいなと思って、こういうボワッとしてるのがすごく流行っているのでトレンドを取り入れてみました。はい、ということで無事3色ショッピング終わりました。3色ショッピングの方やられてみていかがでしたか？いや、めっちゃ楽しかったですね。難しい。でも、うん、最初マジでうちらどうなるか、やばいよね、マジどうなるかと思ったけど、はるかと琴音がなんか魔法守る人みたいな確かに守って、誰が一番のおしゃれさんになるんでしょうか。とても楽しみですね。はい、で投票の応募フォームは概要欄に貼ってありますので、はい、ここからあのはるかを選んで皆さん投票してください。いやいや、魔法を選んでお願いします。唯一うち全身ちゃんとあれだからね、そういうのは関係なしにお願いします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。以上チェコと